ベチアナランド国境警備隊の代用貨幣代用貨幣とは、効果の代用として限定的に使用されるものである。その多くが効果あるいは、メダル類似の形状を有する。この代用貨幣は主にメダル類収集家の収集対象分野の一つであり、英語ではトークン、フランスではジュトンとも呼ばれる。また布や穀物などが通貨の役割を果たしたこともあり。 これらを指す場合もある。この代用貨幣は銅、白目、アルミニウム、真鍮あるいは鈴といった非金属やフェノール樹脂、比較、陶磁器及びその多丈夫な物質が材料として用いられる。効果が地方、または中央政府の権力により発行され、あらゆる商品や他の効果と交換可能な法定通貨であるのに対し、代用貨幣は例外も存在するが民間企業。 団体あるいは個人により発行され、使用も限定されている点が根本的に異なる。大洋貨幣は民間により発行されるだけでなく、国家あるいは州政府により通貨に準ずるものとして認められる場合もある。有名な例では南アフリカにおいて1874年、ストラッチャン社により発行され、先住民族の通貨として広く流通した大洋貨幣がある。大用貨幣には、 商品券及び乗車券の役割を果たすものもある。イスラエル公衆電話のトークン企業によって発行されていた真の通貨としての代用貨幣は地方自治体によって認可された単なる取引用トークンとしての範疇にとどまるものではなかった。これはしばしば政府による効果の発行が十分でないために起こった効果の深刻な不足に対する措置であった。実質的には 大洋貨幣発行の背後には地方銀行があった。通貨としての大洋貨幣の例として、オレンジ自由国のクリカランドイーストと呼ばれる南アフリカから分離していた地域において1874年に最初に発行されたストラッチャントークンがある。ストラッチャン社及びそのパートナーである政府の秘書のチャールズは、この大洋貨幣に対し地域の通貨としての公認を取り付けた。 1800年代に東グリカランド首都のコークスタートにある支店において、この地域でクラウン銀貨が逼迫したことから、南アフリカ中央銀行の公式の銀行券は、たやすくこれらのトークンと交換された。また同様に、著しいインフレーション時に、大洋貨幣はしばしば通貨の役割を果たした。この例として、イタリアあるいはイスラエルの電話用トークンが挙げられる。これは、 料金が上昇した時であってもトークンは従前の一回の電話料金として使用できた。ニューヨーク市の地下鉄のトークンは額面が設定されていたためしばしば取引あるいはパーキングメーターにも使用することができた。17世紀から19世紀初頭にかけてブリテン諸島や北アメリカで政府発行効果の不足が深刻な際には商業活動を続けるために代用貨幣が 商人によって発行されることが多かった。代用貨幣は商品と交換可能なことを事実上保証していたが必ずしも換金可能なことを保証してはいなかった。これらの代用貨幣が政府の正式な認可を受けることは決してなかったが極めて広く受け入れられ流通した。イギリスでは1、4ペニー同貨が17世紀前半に国王の認可によって製造、 発行されたが、イングランド内戦の間は、町や都市における取引の急速な増加のため、不足感は一層強く現れた。そのため、地方公共団体と商人が共にトークンを発行するようになった。これらの代用貨幣は、多くが銅あるいは真鍮製であったが、白目、鉛、時に比較性のトークンも見出される。多くは一定の額面が刻まれず1。 4ペニー動画としての通用が前提であったが、1、2ペニーも多く見られ、1ペニートークンも多少見られた。1、2ペニーと1ペニートークンは全てというわけではないが通常、表面に額面が打ち記されている。このような代用貨幣の多くは表面に発行人のフルネーム、またはイニシャルが刻まれている。イニシャルの場合、 名字の1文字と夫婦の名の2文字の計算文字を刻むのが一般的な習慣であった。また通常、代用貨幣の表面には名前、または図により商売に関する事項が刻まれる。代用貨幣の多くは円形であるが、時に正方形、ハート型、または八角形の形状のものが存在する。1648年から1672年の間に、 これらの代用貨幣を発行した町や商人は数千にも上った。この間に政府による1、4ペニー同化の発行が再開され、個人的なトークンの発行は禁止された。またこのような効果の不足は18世紀後半にイギリスの王立造幣局が効果の製造をほとんど中止した時にも起こった。商人はトークンの発行を再開したが、それは機械性であり、 17世紀に発行された1、2ペニーあるいはそれ以上の額面のものよりも一般的に大きな額面のものであった。多くが取引用のものであったが中には広告及び政治的目的もあり、また収集会の販売を第一目的として発行されたものもあった。これらのトークンは後にコンダートークンとしてよく知られている。これらは商人により自らの店舗における 同等の価格の商品により召喚されるとの契約のもとで商品代金の支払いのため発行された。その取引は代用効果の利便性の役割を果たす一種の物々交換であり、売り手の都合の良い価格及び時刻において商品を受け取ることができ、代用貨幣を店のコインホルダーに留めておくことができる。百六十一年、アメリカ合衆国において勃発した。 南北戦争により、原料の不足から政府が、効果の発行数を減じ、加えて、経済混乱により、効果が不定した。この時、釣り船の支払いに困惑した会社及び、商店は、ボール紙に額面を印刷したもの、姿勢のどうかさらに郵便切手を、円形の金属ケースに封入した切手代用貨幣を、発行した。このケース入り切手大用貨幣の発明に関して、 ジョン・ゴールドは1862年8月12日に特許を取った。アメリカ合衆国財務省は、金属効果は重量があり、輸送能力の面で問題が多いことから、在外の軍隊に対し効果を出荷しなかったため、アメリカ軍の陸空軍生活品販売業務は、紙製の5セント、10セント、及び25セントの額面の代用貨幣、ボグを発行することにした。 この代用貨幣は直径約 38mm であり、デザインが軍事色の強いものとなっているという特徴がある。旧日本軍においても軍事基地のみで通用する守保戦と呼ばれる代用貨幣が用いられた。売買用代用貨幣の収集はメダル収集の分野の一つであり、他にトランジットトークン、ケース入りの戦闘効果、および多くの他の分野も含まれる。 競技の取引用代用貨幣は商人によって発行された良い代用貨幣である。一般に代用貨幣の表面にはしばしば5セントなどの額面、商人名、イニシャル、長、州が刻まれている。代用貨幣を発行した商人は雑貨や食料品商、百貨店、酪農、生肉市場、ドラッグストア、酒場、バー、居酒屋、床屋、炭鉱、製材所。 および他の多くの業者がいた。1870年から1920年の期間は、アメリカ合衆国において、取引用代用貨幣が最も多く使用された時期であり、農村地域における零細店舗の増加がこれに拍車をかけた。何千もの零細の雑貨屋及び商店が合衆国全体にわたって存在し、彼らの多くが取引を促進し、顧客に信用を広めるために、 取引用代用貨幣を使用した。アルミニウム製の代用貨幣は、アルミニウムが安く生産されるようになった1890年以降の年名のものがほとんどである。カジノにおけるスロットマシン専用に金属製のトークンが現金の代わりに用いられる。カジノでは、賭博代、またはスロットマシンで現金がトークン、またはチップに交換される。 トークンはカジノにおいて換金可能であるが、一般的にカジノの外では価値を持たない。アメリカ合衆国では1964年頃に銀価格の高騰に伴い銀貨の発行が停止されたのに伴い、急遽ラスベガスのカジノはスロットマシン専用のコインとしての代用品を探し求めた。ネバダ州ゲーミング管理局は合衆国財務省と協議を行い、 カジノがスロットマシン専用のトークンを使用することがすぐに許可された。この時カジノのトークンの製造を受け負ったのは主に民間造幣所のフランクリン・ミントであった。1971年に多くのカジノがマシン専用にアイゼンハワーダラを採用した。1979年に1ドル効果がアンソニーダラーに変更された時多くのカジノがトークンを 再び導入した。これは、アンソニーダラーが25セント効果と紛らわしいことによる混乱を恐れて、多くのスロットマシンを改造するのを避け、スロットマシンでトークンを使用しているカジノは、アイゼンハワイダラーサイズのものを使用している。ほとんどの地域では、カジノにおいて、より少額のトークンを必要とする。る多くのカジノが紙幣を入れて、自動的に領収書が発行される。 コインレスマシンを導入するようになり、トークンは段階的に廃止されている。デビアス社の従業員専用店舗の代用貨幣、スタッフトークンは従業員に貨幣の代わりとして支給されるものである。19世紀賃金のスタッフトークンによる支払いの表向きの理由は流通貨幣の不足であったが、実際にはスタッフトークンは法外な価格の従業員。 専用店舗でしか使用することができないため、従業員の実質的な賃金及び可処分所得を大幅に抑えるものであった。北、アメリカでは18世紀に効果不足に対応して発行された代用貨幣が、その後、スタッフトークンとして使用された。ハンセン病療養所において、入所者の資産を療養所のみでしか通用しない、専用の代用貨幣に強制的に了解させることも、 行われた。詳細は、ハンセン病療養所の特殊通貨、ハンセン病ハンセン病療養所で使われていた、特殊通貨、及び、貨幣ハンセン病療養所における通貨を、参照ロシア地下鉄乗車券のトークン鉄道、地下鉄、バスなどの公共交通機関では、都度の乗車に用いる場合に加え、割引乗車にもトークンを長年にわたって用いてきた。橋やトンネル、 有料道路の通行料金収受にもトークンが使用されている。小売店や酒場などがトークンを発行することもあり、洗車場、ゲームセンター、駐車場、公衆電話などでもトークンが使用される。しかし、現在ではコンピューターによる読み込みが可能なチケットや IC カードがトークンにとって変わっていたり、併用されている場合もある。なお、日本においては、 戦前から効果が使用されていたため、トークンの利用は一般的ではない。アメリカ合衆国では主に1930年代に主として記念品として発行された5000と相当の木製の代用貨幣、ウッドン・ニッケルが有名である。キリスト教会ではコミュニオンに先立って行われる中道会の試験に合格した信者にトークンを授与する風習があり、 またコミュニオンへの参加にトークンを必要とした。多くのスコットランドのプロテスタント及び、いくつかの米国教会がコミュニオントークンを使用した。一般に、これらは白目製で、教会が所有する異、e、形で、しばしば牧師により鋳造されていた。最近、いくつかの教会において、これらのトークンのレプリカを販売目的による製造が可能となった。ありがとうございます。